これは俺工藤新一が江戸川コナンになるほんのちょっと前の話。工藤新一君のいつも以上に切れ味の鋭い推理が本件を早期解決に導いたと言える。そんなに騒ぐことではないですよ。僕は探偵なんですから。それに僕の敬愛するホームズなら僕の半分の時間と労力で事件を解決に導いていたでしょうね。失礼。一言お願いします。急いでるか。悪いな。パンツ見えてるぞ。オラン新一、薄いピンク。嘘だよ、見てねって。あんたはなんでわかるのよ。簡単な推理だよ。その1、昨日はランの17歳の誕生日だった。その2、別居中のランの母ちゃんから届いたプレゼント、おっちゃんが勝手に開けていた。お父さんが？ランチの下の喫茶店のマスターにぼやいてたらしいぜ。あんな色気づいたもん、ランには早い。何考えてんだよ。ってな。その3、母ちゃん好きのランならすぐにその下着をつけるはず。お父さんっての余計なことをペラペラと。まあそんな怒んなよ。おちゃんだって悪気があったわけじゃないし。モテぶりね。助けろよ。ら自分でからつければいいでしょ。冷てえな。じゃない、ここんとこくれなくなったよね、誕生日プレゼント。子供の頃は忘れずにくれたのに。シャーロックホームズの自伝とか。シャーロックホームズも分かんねえんだよ、高校生の女の子が欲しがるものなんて。行きたい、トロピカルランド。トロピカルランド？ほら、この前言ってたじゃない、私が空手の都大会で優勝したら何でもおごってくれるって。私トロピカルランドがいい。いやだ、ガキじゃあるまいし。ちょっとちょっと、遊っとるから夫婦喧嘩やめてよ、変なこと言うの。その子、ランが一緒にトロピカルランド行きたいって。私もその子と行く。行こう、その子。授業見送れて。何怒ってんだ、ランのやつ。わかりました。俊作君の行方は必ずやこの名探偵毛利功郎が見つけ出してみせます。どうぞ大船に行ったつもりで、大船に乗ったつもりでいてください。お願いします、どうかどうか俊作を。これあの子の写真です。はいはい、お気をつけて。俊作を。何が俊作君だ、これが毛利心様の受ける仕事だってんだ。バジナって。俺としたことが、陽子ちゃんの出る時間じゃないか。陽子ちゃーん。現在新作ドラマの撮影中ということですか。はい、私沖野陽探偵役に挑戦します。皆さん見てください。陽子ちゃんが探偵役。
探偵の役作りに参考にされた方がいらっしゃるとか。役作り、それは名探偵の名探偵の毛利小五郎さんです。工藤新一くんです。大ファンなんです。ぜひ一度お会いしたいんですよ。くそ、あの探偵坊主、いつもいつも俺より目立ちやがって。濡れた、もう濡れた、もう忘れ物はないようにしてください。それからですね、あの予定外にあの担任の辰巳先生の入院の方があのちょっと伸びちゃってまして、あの明日からの修学旅行の方もあの臨時教師の僕があの皆さん引率することになりましたので、あの北島が引率だってよ、よろしくお願いしますね。あの、まあ、とにかくですね、皆さんあのペンター高校の学生として の自覚を持って、あの行動に責任を持ってですね、楽しい修学旅行にしましょうね。反行動で学習したことをレポートにして提出してもらいますので、メモを取っておくようにしてください。以上です。何か質問ありますか？美術館を回って、それから芦ノ湖、夜の自由時間は、しんいち、どっか行きたいとこある？しんいちってば。俺さ、修学旅行パスすっから。え、なんで？時間の無駄だから。そんなのより、だの、この世の中だのってのもな。新一、面白いじゃねえか。この番組はユニリーバとご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラン、おはよう。おはよう。サム子、カウタに何持っていくの？着替えに化粧品に勝負下着。勝負下着？必ず修学旅行中に彼氏をゲットするんだから。ほんと、その子の恋愛にかける情熱はすごいよ。何人ごとみたいに言ってんのよ。ランもゲットすんのよ。あの探偵オタクどこがいいのかさっぱり分かんないけど、結構モテるから、この旅行であんたが女房だってか、アホな女どもに分からせてやるのよ。どうかした？ラン、新一来ないって。え、なんで？修学旅行なんて時間の無駄だって。バカ。皆さん聞いてください。あ、紹介します。今回添乗員をしてくださる西田さんです。西田舞です。これから3日間どうぞよろしくお願いします。すげえ美人。
萌え、マイお姉さま、いろいろ教えてください。そろそろ出発します。そろそろ出発しますので。ちょっと待った。先生、ちょっと。悪いな、北島先生。寝坊しちゃってさ。間に合ってよかった。では皆さん、順番にバスに。何よ、来ないって言ったくせに。気が変わったんだよ。たまには暇つぶしにガキみてえなことするのも悪くねえかなと思ってさ。あんたも十分ガキでしょ。まあまあ、よかったじゃないのよ。これで夫婦揃って新婚旅行ができるんだから。園子、工藤新一への挑戦状。修学旅行中、君のクラスメイトの誰かを誘拐する。守りきれれば君の勝ち、守れなかったら僕の勝ち。その時は高校生探偵の名前を返上してもらうよ。これは君と僕の一対一の勝負だ。ただし一つだけヒントをあげよう。誘拐の場所は船の上、キットナッパー。すごい、おい、ちょっと、ようこそ帝丹高校2年 B 組の皆さん、船長の東です。これより救命具の取り扱いについて説明をいたしますので、前方デッキにお集まりください。はい、皆さんこんにちは。南田と言います。よろしくお願いします。緊急時の際にはですね、このライフジャケットを着用してデッキの上にあります救命ボートに落ち着いて避難してください。大人の男って感じ。ライフジャケットの着用を私彼に決めた。絶対落としてみせる。このように腕を入れたら、この船は湖を一周する約1時間の旅となります。まずは皆さん、湖畔の景色を十分に楽しんでください。はい、どこからでも来い。こいつらは必ず俺が守ってみせる。ファンなんだ。会えて嬉しいよ。南田さん。ん？南か？あ、ごめんね。仕事があるから。ごめん。待って。逃がさないんだから。残り50分。時速20キロで走行するこの遊覧船に、外部から気づかれずに接触するのはほぼ不可能。俺がキットナッパーならもうこの船の中に。船長の東邦夫、船員の南田恭介、臨時担任の北島慎吾と添乗員の西田舞。しかし4人のうちの誰かがキットナッパーだとしても、この場所から生徒を連れ去ることも不可能なはずだ。どうやって仕掛けてくる。どうしたの、怖い顔して。いや別に。水の上って気持ちいいね。ね、一緒に写真撮ろう。昔はよく一緒に撮ってたのに、最近の写真全然ないんだもん。はい、チーズ。何これ、しんちも笑ってよ。はい、もう一回。
園子。気持ち悪い。なんだ船酔いかよ。大丈夫か鈴木さん、大丈夫か。先生、セクハラやめて。余計気持ち悪くない。園子、うん、中に横になれる部屋があるから黒子、手貸してみて。いいな。ありがとう、皆さん。俺にはなしかよ。酔い止め持ってくればよかった。大丈夫よ、私持ってるから。はい。すいません、舞さん。どういたしまして。添乗員の仕事だから。はい。ったく、しょっちゅう家のクルーザー乗り直してるお嬢様が船酔いしてんじゃねえよ。家にクルーザー。鈴木さんはこう見えて鈴木財閥のお嬢様なんですね。こう見えてが余計。南田さん、ずっと付き添ってくださいます？いや、僕は仕事があるからね。その子には私たちがついてますから。おいおい、俺もかよ。そっか、じゃあ無理すんなよ。安静にしてるのよ。ああ、行っちゃった。南田さん、そうなのか。はいはい、怒らないの。私なら一人でも大丈夫だから。本当に大丈夫？おとなしくしてるのよ。ほら、早く行った行った。その子、内側から鍵しっかりかけとけ。俺以外誰が来ても絶対に開けるな。どうしてそんなこと？ゲーゲー吐いてるとこ人に見られたくねえだろ。うん、分かった。何話してたの？なんでもない、寝てろって。失礼します。天候ですが、これからかなり崩れるかもしれません。そうだな。それと生徒が一人船酔いで休憩室へ。重症ではないようです。そうか、ご苦労。芦ノ湖の鳥居のある箱根神社は757年に創建された。はい、撮りますよ。代々に。はい、はい、ありがとうございます。ちゃんと撮れてます？はい。あ、本当、緊張してる。残り30分。どうした？キットナッパー。やっぱり変、新一。遊覧船に乗ってからずっと。そんなことねえよ。わかるよ、私には。わかるよ。何ですか今の音。わかりません。とにかく行ってみましょう。まさかその子はここから。南田さん、船長にすぐに船を止めるようにと。分かった。無事でいてくれ。その子。
鈴木さんは一体ここで何があったんだ。まだ分かりません。ここにあったライフジャケットが一つなくなってる。ライフジャケット、やっぱり園子さんは湖に。決めつけるのは早い。北島先生、南田さん、手分けして船内の捜索を。はい。船長は県警に連絡して湖とその付近の捜索を依頼してください。分かった。舞さんはクラスのみんなに心配するなと伝えてください。さっきここはきちんと閉まっていた。その子と争って開いたのか。中はからん。ここなら人一人隠れられる。キットナッパーは最初からここに隠れていて、一人になったその子を襲い、ライフジャケットを着せ湖に一緒に飛び込んだのか。現在位置は芦ノ湖の南側中央です。はい、すぐに桟橋に停船します。鈴木さん、さっき大きな音がしましたが船には問題ないので安心してください。そっちは？いない。他を探そう。私は操舵室で舵を取っていました。僕は船前方のデッキにいました。まさかね、こんなことになると思わなかったんでね。大丈夫、中で待とう。あれ見てください。今すぐ捜査本部に連絡を。誘拐されたのは鈴木財閥の次女。まだ犯人からの連絡はないとのことだが、身代金目的の可能性が高い。我々に課せられた任務は鈴木園子さんの発見と保護だ。なんだ君は。工藤新一、探偵です。捜査に協力させてください。探偵。ああ、ほらマスコミなんかで取り上げられてる東京で何事件をいくつも解決したっていう。君がどれほどのものか知らんが、ここは部外者は立ち入り禁止だ。俺は部外者じゃない。その子は大事なクラスメートだ。警視庁の目暮警部に連絡を。俺を捜査に。俺は警視庁の言いなりにはならん。何してるんだ。捜査だ捜査。待ってください。一つだけ教えてください。見つかった酸素ボンベの残量は180。それは何だ。いえ、ありがとうございます。
娘が誘拐された。私心配で。お前の大事な親友だ。俺が必ずその子を見つけてやる。すぐそっち行くから待ってる。もしもし、お父さん。その子どうか無事でいて。めぐれ警部、こっちの警察には捜査の協力を拒まれました。やはりそうか。県警の玉川君は私の1万倍上を行くほど相当融通の利かない堅物な男でな、攻略不可能、県警のエベレストと呼ばれているんだ。すまん、力になれなくて。いえ、僕は僕で何とかします。はい。立て、新一君。キットナッパー。その子は無事なんだろうな。とりあえず今はね。こっから出せバカ野郎。しかしあっけないワンサイドゲームだったね。あれほどのヒントをあげたのに。つまらないよこれじゃ。だから明日また一人いただきに行く。君があまりに不甲斐ないから今度はもっと大きなヒントをあげてもいいよ。なんだ。明日の誘拐は正午ちょうどに行う。一秒の狂いもなく。それまでにお前の正体を暴いてその子を救い出す。ホテルで待機しろって言われてんだろ。新一なって同じでしょ。よくここだって分かったな。新一なら絶対にその子のために動いてくれるって思ったから。手がかりはここしかないし。はい、これずっと何も食べてないでしょ。新一事件に没頭すると何もかも忘れちゃうから。サンキュー。私にも手伝わせて。お前がいても足手まといになるだけだ。何かしたいの、その子のために。その子は私の親友だよ。私が同じ目にあったらその子だっていても立ってもいられないと思う。はあ、ったく。昔から一回言い出したら聞かねえからな、おめえは。何か分かった？ここにもし本当に犯人の足跡があったとしても雨で消されてる。もし犯人はここにその子を連れて上陸したんでしょ。確かに。男物のウェットスーツと船から消えたライフジャケットはこの場で見つかった。でももしそれが犯人のトリックだとしたら。どういうこと？酸素ボンベに残ってる酸素の量だよ。その子が落ちた可能性があるとしたらここ。そして酸素ボンベが見つかった岸がここ。直線距離で泳いだとしても酸素が残ってる量が多すぎる。犯人はあらかじめ
ここに証拠を置き、誘拐をしたのが外部犯だと思わせたかった。じゃあ犯人はあの時船の中にいたってこと？わからない。とにかくもう一度遊覧船を調べるっきゃねえな。もう一度事件の検証をしてみよう。水音がした時、全員が前方のデッキに揃っていた。やっぱり船の上にいた誰にもその子を誘拐するのは無理だよ。きっと誰かが隠れていて、その子を、いや、あの4人の疑いはまだ完全に晴れたわけじゃない。トリックでアリバイを作るのは可能だ。火薬の跡、思った通りだ。火薬？例えばここに重りになるものを結んだロープをあらかじめ結わえておく。そして小型の発火装置を仕掛け、ロープを焼き切れば重りが湖に落ち、誰かが飛び込んだと錯覚させられる。つまり園子を誘拐したのは水音のするもっと前だったら、園子はどこに？船の中にはいなかったんだよ。そっと湖に落とされて、そのまま見つけてもらえずにいるってこと。ラン、大丈夫だ。その子は無事だった。無事だった？どういうこと？新一！白状するよ。俺に挑戦状が送りつけられてきた。差出人はキッドナッパー。修学旅行の船の上でクラスメートの誰かを誘拐すると。そしてさっき奴から第二の犯行声明の電話があった。明日の正午もう一人誘拐すると。その電話の時、その子の無事な声を確認した。ラン、どうして、挑戦状が来た時に警察に連絡しなかったの？事件はゲームなんかじゃない。周りを危険にさらすなんて、そんなの探偵のすることじゃないよ。ゲームだなんて思ってねえよ。これは俺とやつとの勝負だ。勝負？卑怯な人間と勝負する意味なんてないじゃない。意味はあるよ。卑怯な犯人だからこそ、俺がもし勝負から逃げれば、次にはもっと卑劣な勝負を挑んでくるかもしれない。挑戦状に書いてあった一対一の勝負って要求を破れば、なおさらな。それに何？いや、何でもない。とにかく今は奴の第二の犯行を食い止める。そして
そこに現れた奴を捕まえる。それしかない。たまには俺を信じろよ、ラン。信じるよ。でもその代わり、もうみんなに秘密はなしだよ。分かった、お前の言う通りにするよ。みんなの知っての通り、本日正午12時ジャストに第2の犯行予告があった。我々県警は学校と協議の結果、東京に戻るために移動するよりも犯行予告時間にこのホテルに留まっている方が安全だという結論に達した。正午にはこの大広間に全員集まり、5つのドアの出入り口の内側から全て鍵をかけ密室状態にする。したがって誘拐犯は君たちに近づくことさえできない。素晴らしい。そして5つのドアの外に警官を配置、さらにこのホテル中の出入り口の全てに警官が押さえてある。つまり君たちは三重の砦で守られているわけだ。安心して正午を迎えてほしい。砦ならもう一つありますぞ。だろくなめ、離せくなめ。お父さん。おっちゃん。なぜ見るかな。お待たせいたしました。私、名探偵の毛利小五郎でございます。そこにいる蘭の父親でもあります。また探偵か。私も喜んでこの捜査に協力させていただきます。ただの呉服警は捜査に首を突っ込まないでください。ですから私は名探偵。皆さん各自部屋に戻り、準備ができ次第この大広間に集合して待機してください。以上。以上。おこら待て、待たんか。こらお父さん、本当に来てくれたんだね。あったりめえじゃねえか。お前の一大事にじっとしていられるか。あの刑事、俺にさえ捜査協力させない。お茶も無理だと思うぜ。ふん、警察ごときが威張りやがって。翔吾、俺はここでみんなを守る。お茶はホテルの外を頼む。くれぐれも警備の邪魔すんなよ。はい。偉そうに写真すんな。お父さん、外をお願い。その子のためよ。わってるって。じゃあ中は頼んだぞ、探偵坊主。あ、お茶もミスんなよ。てめえこの野郎、いかにしろ。よし、まずは見回りに行ってくるとするか。一応俺もこの大広間をチェックするから、ラン、お前は部屋で休んでろ。昨夜からほとんど寝てないだろ。うん。その子、もうすぐ新一が犯人を捕まえてくれる。それまで頑張って。福田さん。はい。三好君。はい。森本君。はい。よし、これで全員揃いました。
ここは地下、出入り口は5カ所のドアのみ、全てに内側から借り、ドアの外にも警官、そしてマスターキーを持つのは玉川刑事ただ一人。通気口は小さすぎて人間が通ることは不可能。今度こそ完璧な密室。さあ、どこから来る？ここまではユニリーバとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こちら名探偵毛利小五郎。探偵坊主、外の警備はバッチリだぜ。これならネズミ一匹入ることはできねえな。こっちもだ。おい、万が一何かあったらその時は蘭のこと頼んだぞ。クソ、こんなセリフ一生言うかと思ったのに。分かってるっておっちゃん。この中で警戒するとしたらたった一人。ちょっとみんな、あ、集まろうか。先生、大丈夫、大丈夫、あの、気楽に行こう。あと5分しかない。気楽に行こう。気楽に、大丈夫だから。え、大丈夫だから。犯人は男とは限らんぞ。女かもしれん。老人という可能性もある。子供たりとも必ず知らせ。分かったか。失礼ですが、関係者の方ですか？私、名探偵の毛利小五郎といいまして。西田舞です。修学旅行の添乗員をしてまして、その時鈴木園子さんの誘拐事件に。だから心配で。東さん、南田さん、同じく事件に遭遇した船長の東さんと船員の南田さんです。いても立ってもいられなくてね。もしまた何かあったらと思うと。大丈夫ですよ。あの中にはもう一人クソ生意気な名探偵がいますから。おい、みんなで固まってよ。おお、絶対話す。大丈夫、大丈夫、本当大丈夫。気をつけて。こちら大広間へ廊下。特に異常ありません。心配すんな。うん、でも今その子がどうしてるかなって思ったら不安で。今考えるべきは第二の犯行予告に勝つこと。ただそれだけだ。そうだよね。まもなく正午。全員この島を離れるな。あと45秒。誘拐犯め、どっからでも来い。この毛利小五郎がお縄にしてやる。失礼、ちょっとトイレ。僕も一本だけ急ぎの電話。何なんだこんな時に。
つけ。電気が落ちました。真っ暗で何も見えません。何、停電、どうした。復旧だ、すぐに復旧させろ。全員持ち場を離れるんだ。大丈夫かしら。みんな大丈夫。ランはどこだ。僕を疑ってるのか。僕はずっとこの二人といた。私たち怖くてずっと先生の手握ってた。私も。全て鍵はかかったまま。どういうことだ。って言ってたけど部屋は密室だったんだろう。じゃあどうやって彼女は連れ出されたの。警察は何をやったんだ。それで誘拐されたのは。おっちゃん、消えたのは蘭なんだ。何、新一、てめえ、蘭を頼むって言っただろ。言っただろうが。何やってる。ちょっと、お、落ち着いて。離せ、離せ。よくもらう。また僕の勝ち。君は警察を味方につけても仲間を守れないんだね。こんなワンサイドゲーム、いつまで続けてもつまらないから、これが最後。二人の監禁場所に爆弾をセットした。爆破時刻は今夜0時ちょうど。さあ、君に見つけられるかな。あと12時間。おっちゃん、さっきは悪かったな。思いっきり殴ってよ。いや、感謝してるよ。自分じゃ自分のこと思いっきり殴れねえからな。しかし一体全体この事件はどうなってんだ。人を簡単に消しやがって。犯人は超能力者か。ただの人間だよ。心に深い闇を持った奴からまた連絡があった。蘭たちに爆弾を仕掛けたと。
タイムリミットは0時だ。なんだと？見つけ出さないと。何としても。しかし消えた方法も犯人もわからねえってのに、どうやってあんたたちを見つけ出せってんだ。手がかりだってろくすっぽないってのによ。警察が見つけたのはあのドアノブについた妙な赤いインクだけだってのに。赤いインク？電気がついた後、俺がランを探しに出たのはあのドアだ。その時ドアノブにインクなんかついてなかったけど。だったらお前が出てった後に生徒の誰かが触ってつけたっていうことか。だったら手がかりになんねえな。発砲したからってわけだ。いや、手がかりならなんかあんのか。あの南田さんと舞さん、どっちかの言った言葉がなんか引っかかってて。なんだ、死んでも思い出せ。生徒が一人消えた。部屋は密室だったな。どうやって連れ出された。くそ、なんだ、何が気になってんだ。少なくとも舞さんには犯行は絶対に無理だ。どうして？彼女は俺のそばにずっといたんだからな。ずっと？間違いないか？怪しいとすれば、あの東って船長と南田ってやつだ。根拠は？あの南田ってやつは停電になる直前、どっかに電話をかけに行った。東船長はトイレに行ったっきり戻ってきていないぞ。決まりだな。誘拐犯は東だ。その子の件も奴の仕業に違いない。でも遊覧船の中で東さんはずっと舵を握っていた。若いな、青いよ、自動操縦だよ。船を機械に運転させ、アリバイを作った東はその間にその子を誘拐したんだ。蘭のことはどうやって？そんなことは本人をお縄にすればわかることだ。時間がない、行くぞ。突入するぞ。アイアムはキッドナッパー。やっぱり、もうやっぱりこいつが犯人だった。くそー、こいつに死なれたらランたちの居場所が分からなくなる。おい、何をポケットしてるんだ。手伝え。気になるんだ、遺書の裏側に書かれたこの矢印。黒ずんでるけど血で書かれたような。こんなところに傷が。この人は犯人じゃない。何？真犯人に殺されたんだ。
ことはないよね。まだもう天井だけだ。私たちどうなっちゃうの。大丈夫、必ず新一が見つけてくれる。本当は理想だったんだ、なんと新一くん。いっつも喧嘩ばっかりしてるけど、でもこんな状況になってもそれでも信じ合えるなんて素敵。
しい。これでその子だけは助かる。周囲を洗って乱雑の換気場所を特定しろ。爆弾が仕掛けられてんですよ。やってますよ。これで勝手にいろいろいじられたようだが、何も持ち出したりしてないでしょうな。もちろんです。これでも元は刑事、現場保存は捜査の鉄則。あれ、どうかなさいましたか。別に。だ。あの探偵坊主、衣装を持ち出してどうするつもりだ。目暮警部、調べてほしいことがあります。一番怪しいのはこの部屋だ。これで園子を誘拐したトリックも分かった。間違いない、犯人はあの人だ。だがどうやって蘭を。警察が見つけたのはあのドアノブについた妙な赤いインクだけだってのによ。ドアノブにインク。私の親友だよ。私が同じ目にあったらその子だっていても立ってもいられないと思う。まさか。だがそれなら説明がつく。めぐれだ。頼まれていた件分かったぞ。わかりました。ありがとうございます。それからもう一つ、工藤君、君を信じている。頼んだぞ。あと1時間か。くっそ。はい、おっちゃん、俺だ。お前どこで何してる。ランの居場所の手がかりをつかんだ。どういうことだ。話は後だ。可能性があるのは5カ所、手分けして探すしかない。ああ、分かった。ああ、ちょっと待ってくれ。まだいたんですか。居場所の手がかりをつかんだ。ここを調べてくれ。我々は我々のやり方でやります。誰の指図も受けない。特に探偵なんかの指図はね。何？見せてやるよ。組織だの肩書きだのに頼らない探偵魂ってやつをな。なん、
ここからは暮らし感じる変えていく T&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラン、その子、あなたですね、西田舞さん。偶然ね。何してるの、こんなところで。あなたは確かめにでも来たんですか。ちゃんと動いているかどうか。仕掛けてある爆弾が。爆弾？一体何の話？もうとぼけるのはやめろ。ランとその子返してもらう。さっきから失礼なもの言いね。まるで私を犯人みたいに。ずっと引っかかっていたんです。二度目の誘拐の直後、あなたが言ったあの言葉。じゃあどうやって彼女は連れ出されたの？あの時どうしてあなたは消えたのが女子生徒だと分かったんです。まだ警察にすら不確定な情報しか入っていなかったのに。そんなの深い意味なんてないわ。いいえ、あります。犯人はあなただからです。だったら説明しなさいよ。私がどうやって二人を誘拐したのか。ええ、いいですよ。第一の誘拐、あなたはあらかじめ船の後方デッキに重りを吊るし、時間が来ると着火してロープが切れ、重りが落ちる仕掛けを作って外部犯の仕業に見せかけるため、室内に人が潜んでいた形跡を作り、その子が湖に連れ去られたと錯覚させるため、ライフジャケットを1枚盗んでおいた。さらに湖畔に男性用のウェットスーツと酸素ボンベ、盗んだライフジャケットを置き準備を整えた。そして事件当日、船酔いになったその子に酔い止めの薬と偽って睡眠薬を飲ませたあなたは、あらかじめ作っておいた合鍵を使って部屋に入り込み、眠り込んだその子をある場所に隠したんです。あなたはカチューシャだけを持ち去り、仕掛けた細工でみんなが水音に気を取られた瞬間、湖に放った。そうやって園子があの時湖に落ちたと錯覚させたんです。ちょっと待って、あの後船の中は全て探したはずよ。でも園子さんはどこにもいなかった。いなかったんじゃない、見つからなかっただけです。簡単なトリックのせいで。トリック？鏡です。あの時園子はすぐ隣の部屋のクローゼットの中にいたんです。手品でよく使われる手法です。鏡を置き、その反射を利用することで奥には何もないと思わせる初歩的なトリック。警察が遊覧船から引き上げた後、あなたは証拠となる鏡を外し、その子を本当に誘拐したんだ。残ってましたよ、鏡の残骸が。そんなの私じゃなくてもできるじゃない。それに二度目の誘拐の時、私がいたのはホテルの外。
しかも毛利小五郎さんのすぐ隣よ。一見あなたが蘭を誘拐するのは不可能に思えますが、ある方法を使えば簡単にできますよね。とても醜い方法。蘭は誘拐されたんじゃない、出て行ったんだ、自分からね。おそらくあなたは蘭に密かに脅迫状と、なんだろう、ホテルの大広間の合鍵を送っていた。鈴木園子はお前と間違えて誘拐された。親友の命を助けたければ正午に大広間を抜け出せ、誰かに口外すれば園子の命はない。その後はホテルのスタッフにでも変装させ、ここに来るように指示しておいたんだろう。正義感の強い蘭は俺にすら相談できず、たった一人で親友を思う蘭の気持ちを利用して犯罪を犯すなんて最低だ。本当に最低ね、東さんは。自殺したんでしょ、東さん。さっきニュースでやってたわ。自殺、まさか東さんが犯人だったなんて。遺書もあったし間違いないわ、あなたの負けね。あなた今犯行を認めましたね。どうして知ってるんです、東さんが遺書を書いたこと。だからニュースだよ。ありえない。なぜなら持ってきちゃったんですよ、警察が来る前に。俺がただの思い込みよ。自殺らしいってニュースでやってたから当然遺書があるって。本当に往生際が悪いですよ。この遺書は真犯人に脅されて東さんが書かされたものだ。その証拠に真犯人の書いた綴りは KIDNAPPER でも、東さんの書いた綴りは KIDNAPER、 P が一つ足りない。どちらの綴りを使っても間違いではないが、普通一人の人間が二つの綴りを使い分けることはない。そしてこの遺書はあなたが犯人であることを明確に示しています。東さんが執念で書き残したメッセージ。だからそれが何なのよ。あ、キッドナッパー舞、誘拐犯は舞、あなたのことです。ここに来たってことは分かってるんでしょ。なぜあなたに挑戦状を送りつけたかも。あなたは以前僕が捜査に協力し逮捕した男性の元恋人、その男性は貸倉庫の会社を経営していたが、借金苦で金欲しさに犯罪に手を貸した。そして獄中で死んだわ。もう時間がない。蘭たちはどこだ。
なことをしても逃げ切れませんよ。逃げるつもりなんて最初からないわ。ラン！ラン、大丈夫か？新一。バカ野郎。勝手なことしやがって。ごめん。気づいてやれなくてごめんな。これは。お前の精一杯の SOS だったんだな。ここで三人で死にましょう。恨むなら恋人を恨め。俺たちを巻き込むな。確かに罪を犯した彼が悪いの。でも愛してた。誰かを憎まなければ生きてはいられなかった。彼のいない人生ランだけでも助けてくれ。大事なやつなんだ。俺の命よりも。彼女もあなたが大事みたいね。だからこそあなただけ死ぬのはかわいそうよ。残された彼女は私と同じように亡霊のように生きるしかないんだから。ランはそんなに弱い人間じゃない。そうかしら。あなたが消えたら彼女だってきっと離れちゃダメなのよ。何があっても。新一！新一！行け！サンキュー、おっちゃん。もう本当に終わりですよ。
ばかり。どれを切ればいい？誰にも絶対に止められないようにそうした。だから私にも分からないの。大丈夫だろうな、ラン。こうして事件は解決した。乗って行くぞ。はい。お父さん、ごめんね。何も言うな。サンキューな、ランを助けてくれて。おっちゃんのアシストのおかげだよ。ランも近くで発見されたスノークも無事だったが。あんたたち現場から証拠を持ち出すとはどういうつもりだ。あんた元刑事だって。だがあの遺書のおかげで事件は解決したわけだろ。それとそれとは初めてだ。俺とおっちゃんはこっぴどく怒られた。その家に入り込むなど。ランは足の怪我を押して空手の都大会に出場、見事優勝し、俺は優勝祝いにトロピカルランドに付き合わされる羽目になった。それが運命の日になるとも知らず。ああ、この年になって遊園地とはな。チビじゃなかったよ。今日はあの頃に戻って思いっきり楽しもうね。あ、あ、そうだ。本当はなんて音してたの？あの時。俺がもし勝負から逃げれば、次にはもっと卑劣な勝負を挑んでくるかもしれない。それに。忘れたよ。え？それより早く行こうぜ。教えてよ。やだ。それに不安にさせたくなかったんだよ。お前があんなに楽しみにしてた修学旅行だからな。ランと一緒に行ったトロピカルランドで、俺は怪しげな黒ずくめの男たちを目撃し、彼らを追っていった。
それが新一の姿でランと会う最後の時となった。その後俺は黒ずくめの男たちに襲われ、気を失っている間に謎の毒薬を飲まされた。そして目が覚めたら体が縮んでいた。名前は新じゃなくてコナン。僕の名前は江戸川コナンだ。この番組は暮らし感じる変えていく P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。導いた現地来たトロピカルランド。